ビルヘルム・オストバルト、フリードリヒ・ビルヘルム・オストバルト、フリードリヒ・ビルヘルム・オスト・ウィルド、1853年9月2日1932年4月4日は、ドイツ、バルトドイツ人の科学者、オストワルトあるいはオストワルドとも呼ばれる。1909年、触媒作用、化学並行、反応速度に関する業績が認められ、ノーベル科学賞を受賞した。 ヤコブス・ヘンリックス、ファント・ホッフやスバンテ・アレニウスと共に、物理科学という分野を確立した一人とされている。1853年、ロシア領のリガ、現在はラトビア領で、オケヤの主人の息子として生を受ける。民族としては、バルトドイツ人。三人兄弟の二人目だった。1875年にドルパット大学、ゲンタルク大学を卒業した後、 カール・シュミットに指示し、1878年に PHD を取得。1875年から1887年まではドルパット大学。1881年から1887年までは理学工科大学で教鞭を振るった。1880年4月24日に結婚し、5人の子を儲けた。長男のボルフガング・オストバルトは、 コロイドの研究を行った。1887年にライプツヒに移り、1906年までライプツヒ大学で教授を務めた。1932年、ライプツヒの病院で死去。ライプツヒ近郊の自宅に埋葬されたが、後にリーガの墓地に改装された。1885年、電流などに関係のあるを発見した。またの研究を行い、 肥料や爆薬の大量生産を可能にした硝酸の製法であるオストバルト法を考案した1902年に特許出願。実はこの製法の化学反応は64年も前に知られていたが、当時はその原料であるアンモニアを大量生産する技法がなかったため注目されなかった。状況は1902年の時点でもあまり、 変わっていなかったが、1900年代後半には、フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュがアンモニアを大量生産するハーバー・ボッシュ法を考案したことで、状況が大きく変わった。ハーパー・ボッシュ法の完成は1911年、または1913年。オストバルト法の考案された時期を1908年とすることが多いが、これはハーバーらの研究に刺激されて、オストバルトがその頃に、 工業生産工程として追加の研究をしたためとみられる。あるいは単に1902年に出願した特許が審査を経て成立したのが1908年だったという説もある。この二つの技法を組み合わせることで間もなく肥料や爆発物の大量生産が可能となった。食料増産と兵器製造の二重の布告共兵策を達成するためドイツは 第一次世界大戦で実際に、それらを大量必要とすることになった。オストバルト法は現在でも、小産の工業適正法として重要であり、原料のアンモニアを得るために、ハーバーボッシュ法と同時に行われることが多い。多形体の振る舞いについては、オストバルトの段階則を発見した。科学でよく使われるモルという言葉の講言は、1900年、頃、 オストバルトが最初に用いたと言われている。オストバルトは、モルは、理想機体と大きく関係していると考えた。しかし皮肉なことに、この、モルの概念を思いついたことが、直接、マッハラと共に、原子論への反対を示す原因となった。アルノルト・ゾンマーフェルトとの会話の中で、オストバルトは、ジャンペランのブラウン運動の実験を見て、やっと原子論を受け入れるようになったと述べている。 オストバルトは国際原子力委員会の委員を務めた。第一次世界大戦により1917年から参加できなくなったが戦後に復帰している。同委員会の1917年の年次報告にはヨーロッパでの戦争のため委員会は多くの困難に直面した。ドイツの委員であるオストバルト教授からはこの報告書について連絡を受けていない。 おそらく手紙の検閲によるものか、配送間違いによるものと思われるという異例の中記がある。オストバルトは、科学者だけでなく、哲学者の一面も持ち合わせていた。また、ベルタフォンズ・トナーの平和活動にも協力していた。また、絵を描くことが最大の趣味で、自分で絵の具を作ったりしていた。そこから晩年には色彩に非常に興味を持つようになり、 オストバルトシステムと呼ばれる優れた色彩の評価方式を考えした。これがアルバート・マンセルに影響を与え、さらにパウル・クレイやデステール派のピエト・モンドリアンらに影響を及ぼした。国際補助後にも関心を持ち、当初エスペラントを学び、後にイド語に転向した。1911年にはフォーミュラ1を基本とし、それを売買にしていく紙の寸法を考案。 書籍の製本などに使われたが、やがて 841mm1189mm、mm、を基本サイズとする A ファンにとって変わられた。オストバルトはエルンスト・ヘッケルが発展させた生物学的一元論の哲学を進歩し、1911年にはモネスティック・アライアンス一元論同盟の会長となり、社会進化論、優勢学、 安楽死といった考え方の普及に努めた。オストバルトの一言論は、カールグスタフ・ユングの心理学的類型論に影響を与えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。